ということでね、また関係ない話をしますか。じゃあなんか話するか。何の話する？あ、身長どうやったら伸びますか。スイちゃんね、身長はあの牛乳飲めば伸びると思って、小学校の時代給食で牛乳をマジで飲みまくってたんだけど、全く160から動かなかったもっと高くなりたかったんだよ。170とか欲しかったの。175とかダメだった。誰だよ、牛乳で身長伸びるとか最初に言ったやつ。骨丈夫になる。そう、骨丈夫になったスイちゃん骨折したことない。骨が丈夫になったです。175は高いよ。え、でもかっこいいじゃん。身長の高い女の人かっこいいからさ、だからいいなーって。ホロメンで一番身長高いの、え、誰だろう。あずきちゃんかな。あずきちゃんなんか170いくつとかじゃなかったっけ。嘘だ、会長は180とかあったよね。骨太とても大事。それな、高いヒール、いや履いてんのよ高いヒール。え、でもさ、高いヒールさ、もう太ももが糸を鳴るのよ。カラスムシ誰、カラスムシって誰は、始まるの。ちょっと待って、始まるの嫌かも始まってほしくないかも。ちょっときついかも。あー、まあでも大丈夫。守るものをケツにつけて、これ最後大丈夫かな。オッケー、ふー、あー、緊張すんねやっぱどうしても緊張しちゃうわ。日中ナイス、よかったよかった。オッケー。あ、いいんじゃない。よしアイテムが良かった。感謝、ありがとう。今日のガチャしょっぱくてよかった。今日のガチャしょっぱかったから今マリカに運が来てるんだきっと。よしー、よいしょ。でもなんかちょっと心落ち着いたわ。2回1位取れて安心した。本当によかった。よいしょ、全然いけるわ、全然いける。大丈夫、いける。戻って早く。オッケーターボ貯めて、オッケー、ナイスオッケー。ふう、もう勝ち確じゃない、いけんじゃない。もう落ち着いていこう、落ち着いてやろう。あれ、ペコラ早え。ペコラ全然早え。